グランドトランクコーポレーションはアメリカ合衆国の一級鉄道会社。カナダのカナディアンナショナル鉄道が所有する子会社で CN のアメリカ合衆国における資産を保有、管理する持ち株会社である。アメリカ鉄道協会による分類で2002年度より一級鉄道に分類されている。1970年9月にグランドトランクインダストリーズとして創業され11月に グランドトランクコーポレーションと解消された。1971年にグランドトランクエースタン、セントラル、バーモント鉄道、ダルースウィニペグパシフィック鉄道など CN の米国資産の管理権を獲得し、その後も主に他の鉄道を持ち株会社を買収することなどにより規模拡大していった。1999年にイリノイセントラル鉄道、2001年にウィスコンシンセントラル、 2008年にグレートレイクス、エルジン・ジョリエットイースタン鉄道を買収した。GTW の前身、シカゴグランドトランク鉄道によって1885年に建てられたミシガン州、シャーロットのグランドトランク走車場の1912年の絵はがきグランドトランクエースタンは、もともと19世紀のいくつものミシガン州の鉄道から生まれた。グランドトランクエースタンは、 グランドトランク鉄道をシカゴからミシガン湖下流に接続する幹線として付設された。GTR の付設目的はメイン州ポートランドの貿易港からトロントとモントリオールを含むカナダ植民地南部を経由し、シカゴへ通じる主要鉄道路線としてだった。1859年にカナダ西部植民地のサーニアへの路線が開通し、セントクレア川を渡り、ポートヒューロンへのフェリーも開始した。 GTR はシカゴデトロイトカナダグランドトランクジャンクション鉄道をリースしデトロイトまでの路線を確保しデトロイトからはミシュガンセントラル鉄道の路線を走りシカゴまで通じていたポートヒューロンからデトロイトまでは12歳のトーマス・エジソンが社内の新聞売りやキャンディー売りとして初めて働いた場所でもある GTR はニューヨークセントラル鉄道の ウィリアム・ヘンリー・ワンダービルトがミシガン・セントラル鉄道を1878年に買収した際、ミシガンを通ってシカゴに通じる路線を確立した。GTR は1877年にすでにシカゴ行きの列車を走らせていた線路の鉄道会社3社を買収することにより直通路線を確保した。シカゴ・レイク・ヒューロン鉄道、シカゴノースウェスタン鉄道、 ミシガン・インディアナ・ペニンシュラ鉄道が合わせて、ポートヒューロンから、ミシガン州フリント、ランシングを通過し、インディアナ州バルパレーゾーへ接続する直通路線となった。しかし、バンダービルトは、シカゴノースウェスタン鉄道のフリントから、ランシングの区間を所有しており、GTR に大し貨物を通すために、高額の費用を課していた。バンダービルトは GTR がその路線のすぐ北に、 直通路線を独自に付設した際に C&NE と2社を1879年に GTR に売却。結局1880年にシカゴからバルパレーゾまでの直通路線を確立し、ポートヒューロンからシカゴまでの路線をシカゴグランドトランク鉄道として開業した。ミシガン州バトルクリークでの CN カラーの標識を つけた GTWGP38 からに4 9 0 0 k 1 9 9 1年12月、カナディアンナショナル鉄道は CN ノースアメリカとしてのコーポレートアイデンティティと自社所有のアメリカ合衆国内の鉄道会社全社の統合によるリストラ計画を発表した。グランドトランクウエスタンと他の CN 軽視会社はすべて CN ノースアメリカのロゴと社名に置き換えられるところだった。 GTW 及びイリノイセントラル鉄道やウィスコンシンセントラルの企業ロゴは CN ノースアメリカに置き換えられたが各社の機関車は CN ロゴと黒、オレンジ、白のカラーパターンに置き換えられる予定であった GTW の青のカラーパターンも一新予定だったが機関車のペイントはその後数年維持されていた CN は GTW 管理体制も デトロイトからモントリオールに徐々にシフトした GTW の全路線は CN の中西部事業部ミシュガン地区に統合。グランドトランクコーポレーションも現在は正式に持ち株会社としてモントリオールに本部を置き GTW や IC、WC、DWP、GL を含む CN の全資産を参加に収めている。ありがとうございます。